こんにちは、マヨンです。今回ちょっとね、この緑と青い空が、はい、綺麗なところから動画をお届けします。はい。ちょっと火がすごくて、影に入ります。はい。ということでですね、淡路島、どんなところかということで、はい、動画を撮っていくんですけど、つい先月ですね、私、マレーシアに行ってきたんですよ、コタキナバル。このコタキナバルに行って、なんとコタキナバル7日間一緒についてくださってたガイド、現地のガイドさんがいたんですけども、英語とかマレーシア語とかね、日本語とかめっちゃ日本語は上手でした。はい、そんな男の子、28歳の男の子だったんですが、日本がなんとすごく大好きっていうことで、伊勢神宮行ったりとか、どこ行ったって、高知とか行ったって言ったかな。で、まあ、東京、大阪、京都とかも来てるんですけども、次どこ行きたいですかっていう話をしたら、淡路島に行きたいと言われてました。っていうぐらい、なんか淡路島がすごく、なんか、パワーを感じたって言ってたんですよ。で、これは通り過ぎただけなんですって、高知の方に行くのに。はい。で、その時にすごくパワーを感じたというこの淡路島、まあ、どんなところなのかなっていうことでちょっとお伝えできたらいいかなと思ってます。はい。で、ここはね、淡路島の洲本っていうところになるんですけども、はい、ちょっとね、このお部屋から外がすごく綺麗だなっていうことで、お城もここにあって、これ、はい、こっちなんですよ、洲本城っていうのがねあるんですよね。ちなみにさっきからチラチラとここになんか置いてるのは、私がこの淡路島では、淡路島に来たら絶対買うものなんですよ。はい、これはね、何かというとですね、じゃじゃん、大えのり。あ、もしかしたら反対になっちゃってるかもしれない。大えのりなんです。はい、これね、めっちゃ美味しいです。あんまり、どうだろう、百貨店とか行ったら売ってるのかな、あんまり売ってないです。スーパーとかには売ってなくって、淡路島、そう、味付け淡路って書いてるんで、あ、ちなみにこれ味付けだけ淡路ですで、淡路島って結構海苔作ってたりとかするんですけども、この海苔は淡路島の海苔じゃなかったはずです。はい、言っていいかな、まあまあ大丈夫やと思いますどこだったかな、九州かどっかの海苔を使って味付けしただけやったと思うんですけど、これね、めっちゃ美味しいです。で、500円ぐらい、540円だったかな。さっきコンビニにめっちゃ大量に置いてたんで5個買ってきました明日お客様とみんなで食べようかなみたいな思ってるんですけども、これはね、おにぎり用とかじゃないんですよね。おにぎりじゃなくってパリパリってするので、おにぎりに巻くことができないです。巻いてもパリって割れちゃうって感じです。はい。けど結構味付けがね、いいので、なんか、お酒飲む方とかにも、すごくいいかもしれないです。ちょっと置いとこうかなと。落ちていったらこう、はい。大えのりとともに、じゃあ動画を撮っていきます。はい。まあ、淡路島って、まあ、来たことある人はいると思うんですけども、まあ、玉ねぎですね。結構玉ねぎが美味しいところですし、で、私は、バスガイドをしてます。バスガイド13年やってたんですけど、ちょっと今卒業したんですよね。はい、本当のことを言うと卒業しました。で、そうですね、私は笑顔と優雅なライフスタイルプロデューサーという形で、ビジネスを始めて展開、まあ、お仕事をさせていただいてるんですけども、どんな仕事してるのかなっていう、ちょっと興味のある方は、またLINE の方からご連絡いただけたらいいんじゃないかなと思います。まあまあ、一般、そうですね、いろんなことさせていただいてますね。まあ、投資の案件があったりだとか、あとは、みんなでワイワイと、なんか人脈作りましょうとか、本当に、なんだろう、自分から行動できなかった人でも行動したよとかっていう方とかも多くいらっしゃって、だからいろんな方に集まっていただいたりとか、なんかそんなビジネスを展開していってます。はい、という形でですね、まあ、淡路島からお届けなんですけども、淡路島ってそうですね、国生み神話って言われる、まあ
イザナギの御子とイザナミの御子が初めてこの国を作ったという時に淡路島が初めて生まれたとも言われてます。淡路島ってでもどうなんだろう、関西とか関西の人とかだったらね、兵庫県にあるっていうのはわかると思うんですが、結構あの関東とか東北とか北海道とかあっちの方に行っちゃうと、どこにある島って多分淡路島は聞いたことあると思うんですよね。はい、でもどこにあるんだろうっていうことでわからない方もいるのかなと、はい、思います。まあ、そんな淡路島は、大江ノリが、はい、有名なところっていうことと、別に大江ノリのあの宣伝をしてるわけじゃなくって、玉ねぎも美味しいですし、新玉ですね、やっぱり春になったりしたら、はい、新玉が美味しいです。あとは徳島県の鳴門の方につながっていく大鳴門橋の、まあ、真下のところで渦潮が見ていただけるんですよ。これ世界三大潮流となります。それもめちゃめちゃ大きい渦が見ていただけるので、1日に2回です。2回見ていただけます。満潮と干潮の時にね見ていただけるんで、まあ、その時間に合わせて見に行っていただくっていうのが一番いいのかなと思いますね。潮見表って調べたらすぐに渦潮の潮見表って出てくるので、まあ、そちらで毎日ね時間が変わってくるんですよね。あとは今回はこの淡路島に何をしに来たのかというと、七福神巡りです。すごく珍しくって、私も七福神巡りはもう10年以上前に2回来たことあるんですよ。仕事でお仕事で回らせてもらったことがあって、でもそれ以来来たことがなかった。で今この夏っていうことなんですけど、夏に七福神巡りするお客様って少ないですね。やっぱりお正月だとか、そうですね、まあ、正月過ぎて1月中に行かれるっていう方がすごく多いです。はい、あとはでも何しに来るかな、ぶどう狩りとか、何があるかな、淡路島って言ったら淡路花桟敷って言って、あの高台のところですごいお花畑があって、ここ無料なので結構行ったりとか、まあ、乗用車の方、夫人で来られる方とかも多いですね。で淡路島って今もともと一市十町で、はい、一つこれ洲本市なんですけど、洲本市とあとたくさんの町があったんですけども、合併したので簡単で淡路市、洲本市、南淡路市っていうこの3つだけになったんですよね。はい、その3つだけで、でも本当そうですね、やっぱりいいところですよね、淡路島は。私も大好きなところです。はい、まあそんなところで淡路島とか、はい、なんか興味ある方はどんなところとか、私も一応あのバスガイド13年やってるので、やってたの方が正しいのかな。はい、ちょっともうバスガイドは卒業して、違うビジネスを展開していこうと思ってるので、していくので、はい、まあ、そんな形でですね、国内旅行とかいろいろと聞いていただけたら、ご相談とか、はい、私もコンサルじゃないですけども、はい、どんなところがあるかとかもお伝えさせていただけたらいいかなと、はい、思いますので、ぜひぜひ LINE アットから登録いただけたり、なんかこの人誰やろっていう形で見てもらってる方もいると思うので、この人どんな人かなって言って YouTube で検索してもらってもいいですし、結構 Facebook とかもかなり投稿させてもらったりとかしてて、はい、いろんな方とつながってるので、そちらからご登録いただけたらいいかなと思います。はい、ではそんなところから淡路島からお届けをさせていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。